サドルアップの新商品、ブーツクリーム。傷はちょっと残しながらもオイルアップした感じとか、傷は傷として残るんだけど味として見えるようにブーツアイ、はい、すごいこう鈍いツヤ感、うん、これはけどいいね、このマジで結構好きかも。モーブレーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。あがりなりさん、本日もよろしくお願いします。お願いします。今日はサドルアップ。あんま知らないと思うんですけど、うん、サドルアップ この前いじって。あ、ありがとうございます。サドルアップの新商品、うん、でブーツクリーム、こちら4色発売になりまして、このブーツクリームのレビューを今日お願いしたいなと。色付きのクリーム、はい、中身も新しい。そうなんです。うんうん、でまあ、もともとクリーナーですとか、うん、レザークリーナーですとか、うん、ケア用品だとミルク、ツヤ出し系のミルク、うん、マット系のオイル、うんうん、まあ、いろんなラインナップ、結構もうブーツ好き、バイク好きの皆様にご愛顧いただいてるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり長年いろんなモーブレーのクリームとかやってた中で、カラークリームってすごいご要望が多かったので、うんうんうん、今回やっと開発発売に至りまして、このシリーズブーツクリームですね、を今日使っていただければなというところで4色ご用意してます。何が特徴なの？まず色はニュートラルは一つやっぱ用意しているのと、はいはい、黒は色名がエンジニアブラックっていうお色、うんうんうん、であとシガーブラウン、うんうんうん、とブラックチェリー、今日はこの色を使っていただければなと。でまず開けてもらって、まあ、匂いとかテクスチャー見てもらえたらと思うんですけど、原料はモーブレのイタリアのファクトリーベースに作ってまして、うんうん、水と油、まあ、どちらかで言えば水が多い、うん、フォーメーションになっていて、うん、伸びの良さとか、うん、ツヤがビカビカっていうものではなくて、やっぱ伸びの良さ、扱いやすさっていうのはベースに置いてます、うんうんうん、どうですか、触った感じ。結構ちゃんと粘りがあるけど伸びてる。なんかこうビジネスグッズ向けの靴クリームってこう油よりだったり水よりっていろんなコンセプトってあると思うんですけど、これはもうザ中立にしていて、水と油のこうフォーメーションというかバランスをこう一番伸びのいい、ベタつかずサラサラ感も、まあ、いいとこ取りを目指したクリームです。フォーメーション、そう、そちょっとフォーメーションのこう項目っていうか、はい、なので油とバランスのこう一番の伸びの良さっていうのが一つ。伸び、うん、伸びと、うん、油分のこう多さとかってなかなかどっちも最高得点みたいなのでなかなかないと思うんですけど、まあ、そこを極力一番いいところの折衷点で作り込んだみたいなコンセプトが一つ。もう一つは業界とかだとクリームでなかなか入ってない、タブー視されてるわけじゃないんですけど、うん、入ってない、あんまり入ってないこうシリコン、水溶性のシリコンを入れていて、うんうん、まあ微量なので、うん、膜を張って通気性を悪くするとかってこともないですし、うんうん、どちらかというとそのブーツ、道具としてのブーツを使う上でお手入れされると思うんですけど、うん、まあ保護の役割とか、うんうんうん、何かとぶつかった時にちょっとこうつるっと仕上がる、さらっと仕上がるか仕上がりにもなるので、うんうん、そういう保護の役割でシリコンも微量入れてます、はいはいはい、結構ずっとこのなんかこう滑りというか、はいはいはい、結構これ残るの俺の手汗かなかもしれないちょっとこっちで塗ってみようか、はい、そうですねぜひこの左足でいろいろ使ってもらって、まあ、塗るときは通常のペネトレートブラシ使ってもらって大丈夫なので、ちょっと白ステッチを気をつけつつ、そうですね、レッドウィングですね、こちら、okay. 一番面の広いこの辺りでちょっと塗ってみてください、うん、ちょっと、まあ、指で塗ってでも大丈夫でしょう。これは染料系なん、染料系ベースです、うん、なので色の入りがもう本当に顔料強めの色が乗るっていうクリームよりは色付きにそんなに重きは置いてなくて、
そうですね、結構下地のこう透明感はそのままこう綺麗に残るような、はい、そうですね、こうブーツ好き、僕もブーツ好きですけど、ブーツ好きな方って傷はちょっと残しながらもオイルアップした感じとか、でもちょっと色は入れたいとか、はいはいはい、そういったこう、へー、そういう感度を大事にした、なるほど、作られたクリームですね。で完全にこう色同色になんか傷がなかったようにするとかじゃなくて、うん、傷は傷として残るんだけど、ちょっとこうなんかこうえぐれてるっていうダメージ感じゃなくて、うん、ちょっとこう味として見えるように気持ち染めるみたいな、はい、そうです、すごいブーツ愛、はい、でまあそこにプラスオンシリコンでこうちょっとこう保護力強くなるよみたいなものを目指して作ってますね。保護力、じゃあこれブラッシングしてどうなるかっていう、今サドルアップでもうピックブラシって言って豚毛も作っていて、少し隙間間隔空けてるのでオイルドレザーとかでもブラッシングしやすくなってます。なんかもたつきとかあります？大丈夫ですか？すごいやっぱ滑りがいい、伸びが、あのクリーム塗ってる時も伸びが良かったけど、うん、ブラッシングしてる時もオイルドレザーってなんかこう塗るものによってはベタつくじゃないですか、それはないようにしたいなっていうのは思ってたんですけど、そんなにビカッとも光らないですよね、うん、すごいこう鈍いツヤ感、うん、いい表現ですね、それ。やっぱこうシリコンズヤだから、そのシリコンの保護膜みたいなところだから、はい、あんまりこうワックスのツヤと違って、そうですね、多分たくさん塗ってもツヤ出すぎない感じですよね。もちろんこのレザーミルクっていうシリーズがあるので、レザーミルクは結構ツヤ出るんですよ。なんでまあこれはこれで好みもあると思いますし、カラークリームは一番その中立にあるというか。なるほど、はい、たくさん塗って手で拭きましたね。後で使えば同じだ、はい、そうだよね、ワックスズヤと違ってシリコンズヤはあんまりこうそこまでこう微量だから、はい、こうビカビカしないし、そうですね、かといってあの汚れ落としですれ落とせばシリコンもきれいに落ちるので、うん、なんかこう皮が詰まってしまうとかあまりデメリット要素もない量で入れてます。渋い、このツヤ感、ありがとうございます。サドルアップこれでやっと覚えられますね。これはけどいいね、この鈍いツヤ感は、うん、なんかこうビーズリッチとか、そうですね、なんか無色とかここ塗ったら多分結構ビカビカになって分かりやすい、分かっちゃいますよね、 この手の幅はね、うん、なるほど、この鈍いツヤ感、はい、で最後あのグローブで空拭きで仕上げればバッチリです。はい、結構グローブでベタベタするっていうのもね、ケースとしては多いんで、うんうんうん、やっぱりベタベタしてるとあのカビの原因にもなったりするから、ね、本当にサラサラ滑って、はい、へー、こういうブーツユーザーってカビのお悩みの方多いですね、うんうんうん、まあ別の機会でまたやっぱりカビの処理もね、けどベトベトのやつ塗っちゃってるからカビの方式キャッチして、うん、そうそうそう、でカビの栄養も多すぎちゃって、そうなんですよね、わさわさ生えちゃうんだろうけど、すごいいいですよね、うん、渋い、本当に結構マットに近いね、はい、このすごい、しかもその色がほんのりしか乗らないっていう着地がマジで結構好きかも。ちょっと傷えぐれてるとこあったらやってみたかったけど、ね、今度また機会があったらやってみたいな。なんでまあちょっとこうサドルアップはエイジングっていうコンセプトもあるんで、その傷がついてるとか結構履き込んでるブーツとかにぜひこのブーツクリームは使ってほしいですね、うんうん、まあ、ブーツクリームって名前なんでブーツのためのクリームっていう意味もあるので、本当にけど専用っていうか、はい、あんま光らせすぎたくない方に向けて
すごいぴったりな自然なエイジングを大切にしたクリーム、はい、個人的には色名も結構こだわっていろんな方にアドバイスもらって作ったので、うん、これなんだっけ、ブラックチェリー、ブラック、おお、なるほどなるほど、黒もエンジニアブラックすぐ想像できるなんで、うんうん、まああのちょっと傷んだブーツの 黒ブーツにしっかり塗ってほしいなみたいな。これニュートラルはそしたらどうだ、ニュートラルだけニュートラル悩んだんですけど他になんかあります、確かにないんですよね。いやけどなんちゃらニュートラルっていうとなんか色ついちゃってるみたいな誤った印象を与えちゃうので、あニュートラルですけど、こうなんつうの、あえて何もしないみたいな、はいはい、なんかそういうなんかない、やもうそういう悩みはもう30時間ぐらい悩んだんですけど、ニュートラルですよ、ね、もう決まって決まったもん、ね、失礼しました。ぜひ、うん、ブーツクリームブーツにすごいいい、うん、はい、ブーツ好きの皆様に使っていただければと思いますので、使ってみてほしい、はい、うん、ぜひお試しください、お試しください。